ゼロから教えてホリエモン。これは何かというと再来店率っていうのを取れたデータから出していて、初回来店の人って 10% しか再来店しませんよと、うん、つまり初回、初めて来ましたっていう人が100名いたとしたら、この100名のうちまた来てくれる人って10人しかいません。残りの90人はもう二度と来ません。でこれが2回目の人だけで見ると再来店が約3分の1、で3分の1の人はもうそのまま来なくなるんだけど、3分の1の人が再来店する。4回目になると約半分が再来店して、4回目だと約6割っていう風に再来店率上がってきます。つまりこれは常連度が上がってきますよねっていう話なんですけど、大事なのはこの上がり方で、こう直線的に上がるんではなくて、こういう二次曲線が描いて最初に急激に立ち上がるので、この初回から3回目ぐらいまでにお客さんの常連度ってギュッと上がるので、ここに注目しましょう。ここで何をするかが重要で、もうここで負けちゃうと後ろで何やってももう手遅れです。どこまでたどり着くかって、この数字を逆にして見てみるとどうなるかっていうことですね。こういうシミュレーションになるんですよ。この再来店率っていうもので、普通にシミュレーションをすると、ある月に1000人来たお客さんが2年後に何人常連として残ってるかって言ったら2名しか残らないんですよ。なんかロングテール現象です、ね、どんどん死んでいくんです。対数関数、そう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 。なのでこれだけやっぱり常連さん残んないんですよ今、うん、お客さんが常連として、うんうん、そうするとやっぱり疲弊してやっぱり商売苦しいよねっていうのが、うん、大体飲食店のこれが平均値で、儲かってる店ってのはここの数字が全然違うんですよ、うん、これだから美容室とかも多分そうなんですよ、ね、あ、そうでしょうね。ネイルサロンなんかもっとそうだよね。調理学校とかで教えないじゃないですか。教えないですね。教えない。誰がどこで学んでるんですかこれ。誰も学んでない。うん、だからやっぱり飲食店の中でもリテラシーの高い人って本当にごく一部いるじゃないですか、うん、そういう人って大体繁盛店に来てるんですけど、うん、そういう人たちはもう感覚的にも理解をしているし、自分たちで一生懸命調べてこういう情報を持ってたりするので、うん、そういう人たちはやっぱやってますよね、うん、でも大多数の人たちは知らない、うん、びっくりするぐらい少ない。少ないですね。調理学校の人じゃないんで、しかも修行もしたことないし学校も行ったことないんだけど、うん、やってる人の方が多い。なんか外の業界からはすごくそのなんていうのこう難しい業界だと思われてるから、要は廃業率も高いしあんな感じだから経営も苦しいし、だからレッドオーシャンだって一見思うんだけど、実はブルーオーシャンだと思いました。何個かやってみて、戦い方を変えれば、戦い方を変えればまだというかもう完全にそうでした。だから僕ね、なんか新規参入をする人たちの方が有利だし、だって紙の台帳と戦うんだから、うん、ね、こっちは最新の武器を持ってね、竹槍対バズーカ砲みたいな、うん、こっちは最先端の装備で武装しながら行くん で、うん、で理論武装もしてるし、これは強いっすよね、うん、俺だから IT の人とかどんどん飲食やればいいのにって思いますよ。そうですね、そうですね、外の業界から来た人の方が結構自由に、ゼロ、実はね、ライブドアの元役員の半分以上が今飲食やってる。え、そうなんですか。そうなんですよ。なんかね、みんな飲食やり始めて、みんな気づいたん、なんかね、そこまで理論化してないとは思いますけど、なんとなく気づいたんだと思いますよ、うん、こういう業界で今ちょうどそのポス革命みたいなののその客コミュニケーション革命なのか分かんないけど、そういうことが起きてんだなっていうことに直感的に気づいてるというか。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。